じゃあ、かくすけです。やっていきましょう。花火ファンタスト、続きです。前回、前々回、三つ前回みたいな感じで、全然ね、いや、ちゃんとね、進みはしましたね。課題は進んではいるんですが、全然、どうしてもクリアできない課題があるので、ちょっと諦めてね、こちらの、いろんなエリアを回って星をね、集めているところですね。赤のエリアまだ星があるらしいんだけど、まあとりあえずいいかな。雨がどっかで降ったらしいんだよね。どこだろう。ここではなさそうだね。あ、落下星0個、素晴らしい。ジャンプ。花火の館、赤は黄、青に行ってないね。課題クリアしてないけど挑戦してみる？まあ3つは作ったからね。これがとても悔しいけど、これがね、本当にわかんない。意味わかんない。意味わかんない。でも星が違うって言ってるんだよね、やっぱり。いやでも絶対星は合ってるよ。あー、グルリンじゃなくて星合ってるよ。え、あ、全然違うさ。これでハミングを使ったとき、どんな強化を出されるんだろう。0点か。前やったときの方が良かったね。あ、なんだい、その言い方。じゃあここにハミング以外の普通の音符をいっぱい並べた時どうなる？あ、もうちょっと下だな。これか。で、上にハミング？突然クリアした。やった。場所じゃん。星が違うじゃないじゃん、やっぱ。場所じゃないか。ちょっと君の言うことは信じちゃいけないことが判明したな。よし、じゃあ置いていこう。ちょっとどいて。よし、じゃあ挑戦してみるか。花火箱を開いて、すでに置いてるのかな、結構。花歌周り、グルリン置いてないね。グルリン設置。
アイスクリームがまだ完成してないけど、まあ、まあまあまあということで、やってみよう課題。課題じゃない。あれ。鼻歌ぐるりんパイナップルとんがり帽子だな。よいしょ。いや悔しいけどね、全課題クリアしてからやりたいけど、まあ、星を持っていないっていう理由ならまあ納得はいくな。後で作ろうって思える。とんがり帽子。うん、こういう道に作るとちょっと移動が不便になるんだけどね。あとはこの人が得意そう、好きそうなやつ、うん、好きそうなやつ作ろっか。一個ね、特別に花火、どんなのが好きだっけ、この人。まあ、青系の、青系の何かを作ろう。どれにしようかな。ハンバーガーさんは、帽子かぶってるから、ハンバーガーの。ハミングとか好きなんだね。悔しいのでお絵描きはあんまり使いません。どうしようもなくなったら使うかもしれません。まばらで、まあ、またハミング系の明るいやつでいいんじゃないかな。わわわはちょっと違うかもしれないけど、決まる泡、流星群、水しぶき、あ、思ったより綺麗だった。流星群、滝と水しぶきの組み合わせ、全部垂れていく。あ、綺麗じゃん。これにしよう。これはまあこの人が好きとはあまり思えないけど、うん、まあ青だしいいでしょ。安直、安直な考えですけど、これでどうかな。作ってみよう、プログラム。ちょいちょい。私青ってクリアした記憶ないんだよね、昔。次のステージ行ったら、あ、ここ来たことあるって言うかもしれないけど、青はクリアしてない気がするんだよね。鏡と風は覚えてるんだけど。よし、作る。じゃんじゃん、じゃらら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 。よし、上と何もないのとこはあるんだな。Thank you.
し、これでいかが？よし、曲が終わった。全体見渡せるね。完成！見せよう。どうかな？いけるかな？来い！お、いいよ、50は超えた。70超えた。よしよしよし、さらに上がり。いったね、100点。いったね。もう前走の段階でいったじゃん。やった。悔しいけどね、クリアできてないの。いや、滝が素晴らしいね。ちゃんと綺麗な滝になってるね。え、すごー。水しぶき。この視点だとちょっと寂しい感じするね。定点ライブカメラみたいな。やっぱ花火大会は直接見ないとダメだなっていう気持ちになるカメラだね。花火大会あんまり自分で行かないけど。イエーイ、やった。うわー、すげーすげー。驚いたの何のって。君は一体何者だい。パーフェクトってやつだね。まいったよ。よし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 。あれでなんか皮肉も言えないでしょ。あはん、なかなかやるよな、君も。いいよいいよ、通してやるよ、ここ。この先は光の国だ。色と輝きのあふれる国だよ。お、そうだ、この星もやるよ。なんかワクワクしてきたぜ。もう諦めてたけど、君ならこの花火ランドをオープンさせられるかもしれないな。でもオイラなんかよりよっぽど厳しいボスもいるからわかんねえけどな。とにかく楽しみにしてるぜ。ははは。ブラックホール、ありがとうございます。光の国だ。たことあるかな。いや、ないな。カジノだ。ここは光の国だよ。ここのボスはサンサンで厳しい人だよ。僕もあんまり喋ったことがないんだ。いや、ある。来たことある。この曲は聞いたことあるな。そこになんかあるよ。いや、でもなんか、なんか BGM 集みたいなの聞いたっけ。伝言ですの。我らがボスサンさんからです。課題 VTR を差し上げます。頑張って課題を作って私のところに来てくださいですって。あ、あと型もプレゼントいたしますの。サンさん親切なんですね。サンさんのいるところあなたまだ行けないですの。 VTR と同じ花火が必要ですの。頑張ってくださいまし。ではさよなら。わ、探索すら、あ、探索はさせてくれるか。よかった。よしよし、アミーゴ。やっぱ来たことないな、自分では。うん、あ、なんか監視されてる。監視されてるぞ。わーい、メリーゴーランドだ。回転。よいしょよいしょ、拾え拾え。よいしょよいしょ、右側に行こうかな、先に。こんにちは。え、多くない？ここは通せないですの。でも、ピカリ交差点を作れる方は別ですの。それができるなら、サンさんもお会いになると思います。うわぁ、こういうのがいっぱいあるんだ。まあまあまあ、課題は普段からいっぱい挑戦してるんでね。星が集められないのが悔しいが、あ、そこに掃除の人がいる。こんにちは。行かないで。全部課題作りましたか？特別の星もらったら前の課題やった方がいいです。星増えた、増えます、多分。あ、課題やったら星がもらえるんだ。え、サンさんの課題をしないといけないんだよね、多分。沈み輪っかが作れる人でないと嫌なのですよ。うん、わかった。仕方ないな、作ってやろうじゃないの。なんだと、課題がないと
進めないなんて沈み輪っかね、これね。ファイヤーダンス、渦巻き電流、おお、かっこいい。光交差点、あ、さっきのやつね。うわー、サンサンっぽい。なんかウイルスっぽかったな。キャンディー、あ、かわいい。彩りシンフォニー、わこれ花火じゃないでしょ。ゲームのさ、どっかの空間に連れて行かれる演出だよ。沈み輪っか、この道、星は見たことあるよ。この課題は合格できそうだね。カラン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 、ピーン。4種類入ってるかな。新しい型かな。輪っか、あ、これだな、間違いなくこれだな。どう、ピッカピッカってなるやつどれだっけ。点滅するやつあったよね。アニメとはまた違う。いや、アニメ1アニメ2なのか。あ、合ってるけど場所が違うね。場所が違うかな。いや、合ってるかも。どう？いや、赤と青な気がするな、位置関係的に。いや、黄色と赤？あ、どこでもいいか。で、青でふしゃらーって上がるやつ。あー、いや、ふしゃらーは確かに。どれだ？わかんなかった。あんまり意識したことないやつだ。なんだろう。ピンボールは違うよね。うわあ激しい。光、やあ、キラキラ星、回る星くず、お魚三角、伸びる葉っぱ、流星群、生育、スターズ？あー違うね。燃え上がる炎も違うだろうな。いや、これだ。らしくない？こんなだっけ？ちょっと一回完成にしてみようかな。組み合わせは、型と星の組み合わせは合ってる。あ、よし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 。場所が微妙だったけど、OK みたいだね。すごい完璧だよ。はい、つつおきまーす。よーし、できたぞー。できましたよー。沈み輪っか、できてしまいましたね。
わかりました、お通しします、さよなら、これも差し上げます。得たミラーボールをもらった。あ、こんにちは、プロミネンス、いらっしゃいませ。ここは光の国なのです。ピカピカしてるでしょ。それと実況中継モニターがいっぱいあってすごいんです。ピカピカなんです。あ、これはスロットです。このカジノでバンバン稼ぐつもりなのです。きっと姉妹で一番稼げるでしょうから楽しみにしているのです。いや、ギャンブラーだね。これ絶対なんかできるんじゃん。できるでしょう。これぶつければいいでしょう。と、花火作るじゃなくて開いて、チャンチャンチャランチャンチャランチャンチャランチャン。おばあばの課題をとりあえずピカピカ星を置きます。よし、角度を30度。あれ、ダメ？絶対ここなんかあると思ったんだけどな。角度を実況中継、周りの日から見えてるのこれこのウィンドウ。10度。ないんだ。絶対なんかあると思ったんだけど。ああ、こっちだった。当たれ当たれ、来い来い。当たったら絶対何かもらえる。いけいけいけ、みかん、みかん、いけない。えい、こい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 、777こい、777。お、いいぞ。あ、来た。え、なんで。あ、やったー。よし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 、今回収しとこう。よーし、来たー。プラズマ、プラズマ来ましたか。よし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 。プラズマってあれじゃない、あのゲームの移動エフェクトのあれじゃない。よし、いやでも時間が、いや楽しいな、やめられないな。ファイヤーダンス、この星見たことある、めちゃくちゃだ。2種類かな、2種類かな、これかな。新しい型どんなのがあるんだろう。新しい型、あ、これアスタリスク。うん、多分さっきの感じだとこれな気がするね。分かんなかったな、どんなのだったっけ。うん、あ、でも登りがいる時点で違うか。登りがいる時点で違う。アスタリスク、あ、登りいない。色8はいる気がするんだよね。あれ？違うな。あ、違うね。ファイヤーダンスだからな。
関係の関係の線香花火はまた違うよね。うん、大ピカリも違って土佐かロング色鉢、あー違うね。いや、なんかね、印象に残らないんだよな、これ。色鉢、地響き、蝶の舞い光る花、バラ、お魚、ロック、音符、流星群。あ、燃え上がる炎はさっきのやつか。うん、違う。掃除機。掃除機。最後吸い込まれるのか。あ、ブラックホールもらったな。うわー、あーあー、早い早い早い。ブラックホール他のと合わせると楽しそうだね。あ、火の玉。あー、これ入ってたな。うーん、この血まっこいのが火の玉だね。これは違う。うん、この玉。うん。違うよね。うん。アキーミステリーサークル、流れ、円盤、羽の加工。で、帰りか。ペペペペペ。木枯らし。いやー、音が違うな。スクリュー、ビッグウェーブ。あ、火の玉2。これでしょう。あー、もうこれ。場所が若干違う可能性はある。いや、合ってるか？完成。あ、ひって。そんなにダメでした？悪くないと思ったんだけどな。いやいや、違う。それはもう嘘だね。場所が違うやつだな、これは。場所というか、この型すら違う可能性ありよ。十分にある。周りが火の玉で、真ん中が火の玉2。まっすぐ縦になっちゃうんだよね。いやー、これ謎だな。いや、これだな。123、あ、これだな。今度こそこれだ。これよし、きた。はあ、嘘つかれてたんだな、今までね。よし、これでいけた。完璧だよ。では後でいいかな。おーし、きた。来ましたよー。お、遠くの方で雨の音がする。来ました。ん？ピカリ交差点か。君はなんだっけ。まあ、ファイアーダンスをお持ちですのね。どうぞお通りくださいませ。お楽しみください。これ差し上げます。電波ありがとうございます。よし、マリンレーザー。あ、どっかで見たことあるな、このマリンレーザーの動き。
こんにちは。スロット楽しいです。またスロットですか。これジュークボックスに見えるけど、ぶつけてみようか。スロットなんか左右のダーツを当てるような気がするけどね。もうどれでもいいね。の角度を10度にして、うん、あ、音楽が変わった。え、いいな、このカートゥーンの昔の感じ。かわいい。紙吹雪ゲット。反対側はとりあえずやるけど、ないかな。終わっちゃった。よいしょ。あ、邪魔よ、君ちょうど来たんだから、どいてください。いや、なんでむしろやってくるの。これ当ててみて動画終わるんだから。あ、ちょっと、あ、ごめんごめん、そのつもりなかった。仕方ないな、こっちに来たいんだな、どうしても。うん、あ、出てる。まあ、これで終わりか。よし、では今回はここで終わりです。なんとここのステージはね、課題をクリアしないと先に進めないみたいなので、これからもね、課題ずんずん進めていきましょう。ではご視聴いただきありがとうございました。